中洋区の吉さんという方ですね。おはようございます。浩平さん、カオルさん、2度目のお便りになります。火曜日だけのリスナーの吉さんです。先週末はやはり神岡さんが、お亡くなりになったというのは、一方、昭和の過ぎ去りしを一つ感じました。そうですね、パペポ世代の私にとってはパペポ40代ってパペポ世代なのかな、そうか、10代後半20歳ぐらいか、そうか分かりませんね。神岡さんと鶴瓶師匠のトークというのは大人の会話のイロハを知る番組でした。まあ、その若い人たちにはそう捉える。これね、むちゃくちゃいろんなところに影響を出した番組なんですよ。はい、だから後に芸人になった連中を寄せてます。あれ見てて、うわ、芸人っていいな、かっこいいな、やってみたいって。で、そういうのの影響を受けて、後にプロになってきた人。で、ただ単純に面白いって言った人。まあ、いろんな意味で、喋りってこういうことやな、みたいな、そういう、お手本かな。そうなっていったりしたんですよ。番組ですね。だから、すごい影響力があったから、余計皆さんが、神岡翔というと、ご師匠鶴瓶、はい、お二人でね。人気でしたね。そうですね。神岡さんと宇宙ストークと、大人の会話にいろはを知る番組でした。まあ、法令人種も、も伴ってなんですが、深夜に笑い転げて週末の眠りにつくという習慣は今はあまりありません。まあ、番組がそういうの笑いというか、母親のね、そういう番組がなくなったということですね。はい、まあそうですね、いろいろな難しいですね。で、大御所、鶴瓶翔ですが、同時、同じ時はまだイケイケ、その時はね、同じイケイケの中年のおっさんと、隠居手前の知識人の神岡さんとの掛け合いには、うちの師匠たぶん30代ですよ、あれ。神岡さんが今回81歳で亡くなられたことにすごいびっくりします。80代に亡くなったんだと思って。60ぐらいでしょ。だいぶ上なんですよね。だいぶ上ですよ。それは子供の71です。はい、だから10歳違うんです。はい、上ですよ。いや、でもちょっとお仕事結構させてもらってたんで、神岡さん若かったでしょう。神岡翔、ね、若く見えましたよね。だからびっくりしたんですよ。それでもね、僕はもっと上の方という年齢がね、自分と20離れてないやんと思いましたから。僕ら子供の時からずっとちっちゃい時から見せてもらってますから、もっと年上の人だと思ってたんです。ちっちゃい時知らないんで。だけどお会いして、でお年した時に、あ、そうか、20離れてない。で、自分のそこの自分の年齢に戻ってきます。その時にね、あ、もうはるか上の方やというイメージがある中、自分と年が20離れてないやんっていう、自分がそんなに近くはないけど思ってた以上に近かったということに、そういう思いが僕にあるんです。僕はね、もっと若い方やとやっぱ上だとは思います。神岡さんの奥さんとも会してるんですけど、すごい若い綺麗な人が近づいてきて、お世話になってますって言わはったんで、誰かなと思ったら、神岡の家内でって言わはって、すごい覚えて、高校生ぐらいの時からね、すごい若くして持ち上がってね、落語を具現化していました。あの当時2人の掛け合いは、浩平さんは当時はお弟子さんになる前なんでしょうか。よければ何かお話しください。僕はもうついてましたから、僕はもう年金も開けて、パペポには毎回時間、年金開けてたんで、僕も若干仕事してましたから、時間がなければ読みに行って、はい、ですから僕ずっと楽屋に行ってたり、神岡翔とも解説したり、はい、最終回に新助さんとかさんまさんとかも、みんながうわーっと入ってきました。ちょうど見てましたし、すごいことになってるやんとは思いました。はい、この番組すげえとか思いました。それに憧れた、当時芸人さんがいっぱいいる。そこで、僕らも勉強もさせてもらいましたし、喋ると面白いなっていうね、そんなお手本になる番組でした。メッセージありがとうございました。ありがとうございました。人生って長いな。いや、もう一頑張り。